会場5分前ですね。この今この舞台袖で待っている時のこのね、あの客席の方々のこの少しこうざわざわざわってしているのが気持ちを高ぶらせてくれるっていう感じがしますね。今日は東近江市に来ています。近江高校ベスト8進出おめでとうございます。そのときはベスト4だ。え、準優勝ですよね。そうです。そうなんです。そわ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 していますが大丈夫です。大丈夫かな。間違ったのすっごい引きずってます。すいません。東近江市民大学高3ということなんですけど、14年間続いているんですね。歴史あるこういった舞台に立たせていただくというのは本当に光栄なことなので、今の気持ちっていうのをね。今日も東近江市にこんなにもたくさんの方々、このような素敵な舞台を用意していただきました。一人と思うとき早だけど一人は大変です。育児大変です。答えなんて全くありません。どうしたらいいのかなって。舞台がめっちゃ広いんですよ。この舞台ね、見えるんですけど、ポツンとこの中伸ばしていただきますんで、でもマイク1本で